今回は、雅の属性よく見ると〇〇っぽくね。あと名前の横にあるアイコンは何だろう？に対するプロ棋士たちの反応集を見ていきましょう。雅新属性説出てきたな。一応氷の面影は残ってるね。名前についてるマークも謎。それは多分ホローカリエリートのマーク初代の人にもついてる。なんかニネベっぽい。ニネベ属性って何や？お花、ニネベ属性なんだから、おそらくニネベの性質を持った属性ってことになる。触手や炎と氷でコントに起こすと妖怪反応が起こってすごいダメージが出るんだ、きっと。理解した。あんなニネベは雅のままんな。 FF10 の神みたいな可能性はある世界。あ、アクラス、本当に花みたいだな。花属性、うつろがりはやっぱ一味違いそうだね。聞く聞かない関係なく普通に気になる。詳細待ちきれないよ。雅はいくらでも特別扱いしてくれていいぞ。世界観 PV にも出てるけど、初代うつろがりたちが持ってるバッジと同じマーク。雅は七神、少なくとも執行官レベルはある。これライト引かなきゃいかんやつか。どうせ雅以降の限定支援で即死や雅に全突破した方がいい。マジでこれになりそう。コアの条件次第だけど、氷支援プラス以上とか氷支援プラスシーザーで落ち着きそう。過剰負はせずに雅以降のキャラでその編成とか考えとくのが一番だな。柳とシーザーで良いやろ。引きたいなら引けばエイコンも炎か氷の支援キャラ来るだろうし、それ待ちでもいい。ライトのパッシブが同陣営もしくは強行だから相性抜群ってわけでもなさそう。なんか雅が氷炎だからライトと適性あるみたいに言ってる人たちいるけど、たった今新属性って話したじゃねえか。矛盾してんぞ。としか思えないんだけど俺がおかしい？新属性でも属性ダメージまで新属性とは限らんからな。氷や炎、雷であってくれー。うつろがりは全ゼロで強いポジだから持ってくれた方が全然いいわな。藤岡弘、みたいなもんだろ。バージョン1の目玉だし、新規獲得も考えたら雅は短期でも超強キャラになるとしか思えない。裏キャラとかありえねえよな正直。うつろがりは全ゼロの特別枠ですよってのを改めて強調してきたってことだな。氷炎の複合とか言われてるけど、あんまり炎っぽいデザインじゃないんだよな。どちらかというと花とか獣の毛とかに見える。ギザギザ部分しか氷との違いないしな。ライトの氷炎バフデバフからの推察でしかない。揺れるともし火の PV 見てきな。あのひっついてるの人玉っぽいのが炎とか言うんなら無理ありすぎるから、思いっきり炎出てたろ。寝ついてんのか。霊魂が炎なら別芸の年を使ってる子は風で何一つとして火じゃないんだけど、霊魂が炎なら別芸の年を使ってる子は風で何一つとして火じゃないんだけど。年をみたいなもんだろ。冷たい炎とかじゃないか。あれどっちかっていうとガスコンロの火みたいな色じゃね。氷の上下に炎アイコンが潰れて広がってるように見える。属性マークの初見印象はニネベやエーテリアスの顔に見えた。なんでも字説明がないんだろうね。キツネのシリオンで三代目星剣家当主が PV で九尾だったから、尻尾にも見える。全部尻尾なら十尾。名前の横の割れかブラックホールがモチーフか。うつろがり、うつろがり、がどうしてもうつろがり、ホローがり、と呼んでしまう。同じこと書こうと思ったらすでにあったわら、どうしよう。わかる。世代がバレる。挽回するぞ。柳引かせてから発表と流行りますねー。うつろがりキャラってことか。普通に考えたら空集合のマークやな。今まで最適でないとしても同陣営で組めるように最低限シナジーあったから、氷か雷もしくは両方とシナジーある以上なのかね。雷以上と氷は相性悪いし、どうすんねん言われてたけど、そこを解決する感じか。春政も柳や雅と組めるように裏強行みたいになりそう。炎マークとの組み合わせですら、になってるのに、どこをどう見たら雷マークがあの新しいマークの中に入ってるねん。裏強行ってのがまず想像つかないが、もしかしたら支援みたいにブレイク時だけちょっと出てくるとか？安藤やかりんも同じ枠やね。表に出た時設置して時間差で攻撃が発生するとか。表に出る時間が短い強行、意味で光栄っぽいし。異常なのは予想通りだけど、そうなると前後のキャラと全くシナジーなさそうなライトが不思議。エレンの復刻がそのあたりできてセットで使ってね感じなのかね。
ライトの追加能力は強行または同陣営だぞ。雅と組ませるならシーガーかルーシーが必須。雅と柳田の以上、組ませたい奴はライトも手余すぞ。雅が今までの限定異常と同様に異常同士で発動するならライトバーニス雅でもいいね。まあライトはそんな相性良くなさそうやな。あ、忘れちゃいけないバーニスを忘れてた。でもバーニス入れると残りの席でシーガーと比べられるのがちょっとしんどいね。支援も防護も入らないパーティとかクソじゃん。やりたきゃやればよいけど、何かライト引かなきゃならんってなってるやつ多いけど、そこ忘れてるよな絶対。まだ公式発表で編成条件が出てないから、さすがにシナジーやるようにすると思う。わざわざ氷バフでバフつけてるのに、それしなかったら最初からライトを撃破じゃなくて強行でデザインしてるだろうから、何の説得力もなくて草氷バフでバフ一本の命綱太すぎだろ。まずライトが雅と組ませる前提って考えをやめたら、そのせいでシナジー考えてるんだし、なんでそんなピリピリしてるのかしたか。君バーニス柳でシナジー持たせるようにガチャのピックアップしてるんだから、そう考えるのはおかしくないでしょ。エレンから延々とその流れが続いてるならまだわかるけど、別にそこまでのものでもないしな。まだキャラが少ない現状で新しい役割の強い限定が出やそやパーティー強化されるのは当然だし、じゃあライトの氷炎バフって何に噛み合うのさってなるからな。ガチャも近いし全然ありえない話じゃない。普通にありえるとは思うけど、何に噛み合うかってのはよくわからん。普通に炎強行にも氷強行にも噛み合うやん。雅、氷炎、シナジーとは別問題やろ。巨属性、滅属性、破属性なんかきっと中二な属性なんやろな。楽しみ。もしかしてニネベもしくはエーテリアス特攻持ったキャラってことじゃないか。わかりやすく言えば、対象エネミーに対してのタイムアタックが段違いに速くなる。今までの S 級とは違う特別枠で S 級よりさらに排出率渋いですとかやってきそうで怖い。ホヨバゲーはどうせ、仮、天井まで出ないゲームという前提で引いてるので、それされても別にって感じ。うつろがりが年一の特別枠って感じかな。一人目の雅は可愛いけどちょっと変わった性格のキャラだな。って思ったら、巨ガリリの中だと一番まともだし話の通じる人で、他はマジの化け物だったりしねえかな。別漫画だけど逆笛みたいな。花屋のランプレイアブルになんねえかな。ここも頼んます。氷プラス円に見せかけてニネベ特化の氷プラスエーテルあると思います。氷花属性かな。うつろガリが原神でいうところの神とかファジュイ枠か。原神の神も元素アイコンが特殊仕様だったけど、性能自体は普通の元素だったから、その程度の話かもしれん。年明けとか待ちきれんからマジで前半で頼むわ。 1.3 始まったばっかだけど 1.4 予告番組が待ち遠しい。冗談のテンションで雅は氷炎複合。大穴で全員驚いてくれ。みたいなこと言ってたやつ前いたよな。あいつが一番驚いてそうで草生える。アイコンが氷の形してるから、新属性よりも氷プラスアルファの複合属性っぽいよね。じゃあもう一つの属性何って話なるけど、模様的には炎に見える。どれかと言われれば消去法で炎ではあるな。炎がそうっぽいっていうより他が絶対ないわ。ここの連中はライトのそれから引っ張られて複合前提で考えてるから、その前提をまず捨てて考えるべき。柳が異常と組む設計だから、雅も異常なのは納得。氷プラス円みたいなニスの属性複合じゃなくて、特殊仕様がある氷属性って感じなんじゃないかな。それもありそうだけど、それなら氷属性のアイコンでよくないとはなるよね。ベースとしては氷属性ってことなら個人的には違和感ない。育成素材は氷でいいんかね。氷と炎どっちも半分ずつ使うとかだったりしてな。氷炎だったらバーニス、双核、雅で組みたいな。氷プラスなんかあるのかもしれんな。雅の情報が出たけど、新しい属性の感じがするね。異常タイプだけど、氷っぽい何かがある。複合属性になるのかな。世界観的には、性能がめちゃくちゃ高くてもおかしくないけど、属性アイコンをよく見ると、氷じゃない気がする。複合タイプの可能性が高いのかな。単体で混沌を引き起こすような異常なキャラになるのか。それならあのアイコンは混沌を示してるのかも。どんなキャラになるのか、楽しみだね。雅が氷炎の複合タイプじゃないかっていう意見を見たけど、
ライトの性能から考えるとそれもありそうだよね。ライトとハルマサの性能を入れ替えた方がいいんじゃないかな。所属的にもライトが氷炎のデバフを持ってるんだね。ミヤビは氷と炎の両方の属性を持って実装されたみたい。3つの属性デバフのおかげでミヤビはさらに高いダメージを出せるようになるね。ミヤビの属性が氷と炎の組み合わせかって言われてるからニネベのムービーをもう一度見てみたんだけど、確かに氷っていうより青い炎っぽいな。霊魂みたいなものが関わってる気がするし、冷たい炎ってことかな。霊炎ってことなのか。霊炎が発火するの。星見みやびは炎と氷の両方を使いこなして一人で混沌を生み出せるんじゃないかな。ライトが炎と氷のサポートを連れてきたのもそう考えると納得できるよね。みやびの発表きたねー。異常だわ。属性は氷だけどデザインが変わってるだけなのかな。それとも複合属性なのかな。エレンと一緒に編成できたら嬉しいな。ハルマサがサポート役かと思ったら、実はがっつり攻撃型なんだね。異常状態のミヤビがどれくらいのものかにもよるけど、あの見た目でサポーターってことはないだろうし。人々が、星見ミヤビは氷炎？それとも氷電気？と騒いでいる中、私は一つの真実に気づきました。これは複合属性ではなく、氷と花のモチーフを組み合わせた特殊氷の属性なんです。魚狩りマークもありますね。つまり、魚狩りはみんな花をテーマにした属性アイコンを持つ特別な仕様なんだ。この説を提案します。エーテルキャラの追加が全然なかったから、ミヤビさんがエーテル属性の超強キャラかと思ってたんだけど、違ったみたい。氷とエーテルの複合属性っていう可能性もあるみたいだけど、とにかく強そうだね。ついにミヤビが来るのか。まさかの異常事態、そして謎の属性アイコン。電気と氷、両方使えるなんてことになったらどうしよう。もし一人で混沌を引き起こせるなら、防御や攻撃、支援を組み合わせてハイパーキャリーができそうだな。複合。やっと来てくれるのか。引くしかないな。こりゃすり抜けないよう気をつけよう。強行かと思ったらまさかの異常とは驚き。めちゃくちゃ楽しみ。ミヤビボンプも一緒に実装してほしい。なんなら6かボンプ全部揃えてうちに飾りたい。来たの嬉しいけど属性は新属性なんかな。それとも複合、強化アイテムとかどうなるんやろ。ライトが炎氷デバフ持ってて露骨にミヤビと組んでねみたいな性能してるから炎氷の総属性持ちかもしれん。新属性追加されて盛り上がるのはあるけど、マサナオ今後どうなるか心配ですね。このために確定枠貯めてたんだ。絶対引いてやるぞ。いつかは複合属性来るかもとは思ってたけど、来るのか。ミヤビのゴーストが属性付与役かな。情報来るまで想像膨らむな。強行じゃなくて異常なんか、推しだからね。引きますよ。異常だから柳さん引いといた方がええんかな。ミヤビとエレンのためにずっと貯めてるけど、さすがに柳はミヤビと合わせやすいんかな。迷うな。この属性のアイコンはなんだ。見たことないマークしてるぞ。ワクワク。柳さんに続き財布が休まる暇はないんな。複合属性の異常とかミヤビと組ませたらどうなっちまうんだ。欲を言えばゾウでちゃんと火力出る性能にしてほしいけど。もう 0.1 バージョン分くらい引っ張ってエレン復刻挟んだりするのかと思っていたけれど、一気に逮捕ロー6か陣営揃うのね。これより先の新しいキャラ、残りのうつろ狩りが出るのか全く知らないキャラなのか、それも楽しみだな。複合属性かわからんけど特別感ある要素出すの早くね。1周年に新属性追加、とかならわかるけど、キャラがそもそも本国ファン、並びにモデルとなってる日本のファンの中でも特別だから出した以上アニバーサリーにこだわって新要素出し惜しむ意味がない。キョガリだから、今後実装されるキャラの中でキョガリだけ複合にするつもりなのかも。俺はライトのために1万5000枚ポリクロームを貯めてきたんだ。エリア移動中のロード画面の現在判明している属性は5種類でうんぬんかんぬん。ってそういうことか。俺の貯めたポリクロームが火を吹くぜ。ファルケンハイム傭兵団の強化アーチ長寿待ってるけど、ダインスレイブ待機勢みたいになりそうで足がすくむ。我が世の春が来たー。
氷かと思ったけどなんだこの属性アイコン新しい属性かもしかしたらその属性か強行と信じて今日に至るまで強行素材集めてた俺の努力はどこへ異常難解強行だと思ってたよ氷以上か一生相手カチコチにできるバージルってことか属性複合なら属性ディスク2枚2枚セットですごいことになる属性強化の効果が実質半分になる可能性すらあるこのタイミングで新しいディスク来るかもねいかがでしたかこのチャンネルでは今後もゼンレスゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます動画の感想や意見をコメントしていただけると議論が深まりより多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので気軽にコメントしていってください反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますのでぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。